カラオケのマイクを使って声優さんになりきって、僕のヒーローアカデミアのエンデバーのモノマネにチャレンジしていきたいと思います。元ナンバーワンヒーローよ、平和の象徴とは何だ。俺を見ていてくれショート、記憶無視をするな、ショート。